台風7号の接近に伴い、東海道新幹線は明日、東京名古屋間で運転を取りやめます。JR 博多駅でもお盆の U ターンへの影響を心配する声が上がりました。JR 東海によりますと、明日16日、東京名古屋間の東海道新幹線のすべての列車を運休し、あさって17日は台風通過後の状況により、大幅な遅れや運休などが発生する可能性があるということです。16日にもう動かないってなって、その後も多分なんか影響が出るだろうなって思ったので、ちょっと早めに動こうと思って、ギリギリ今日予約が取れてたので、もう安心してちょっと帰ろうかなと思ってるところ。また空の便に関しても、日本航空や全日空では明日福岡空港を発着する東京便の一部欠航が決まっています。最新情報を確認し、予定の調整など対策が必要です。